サイエンステクノロジー・オブ・アドバンスト・マテリアルズは2000年に創刊された査読付き学術雑誌である各月間。2008年には物質・材料研究機構が拠出母体となりオープンアクセス雑誌となった。2014年よりスイス連邦材料研究所も参画。編集事務局は茨城県つくば市に所在する物質・材料研究機構に置かれている。 国際的な学術雑誌として編集委員、査読委員は国際的な人用で全世界の研究者を集めている。2016年からはテーラーフランシスが出版発行を行い広報雑誌として印刷雑誌版をニムズが無料で販布している。2015年以前は英国物理学会が2008年以前はエルゼビア社が 出版発行を担当していた。ストム氏は、理論解析、材料合成処理、愛構造分析、特性評価、応用といった分野を含む、材料科学のすべての面をカバーしている。材料研究の学際的な性格を反映し、固体、液体、気体に関する先端研究や、ナノ材料、バイオマテリアル、エコマテリアルといった方が的な研究課題に関わる。 領域を扱っている。2013年6月以前はフルオープンアクセス雑誌として出版され、著者は投稿論文を無料で出版できたが、それ以降は原則、著者による論文掲載量負担がある。一方、ゴールドオープンアクセスとして無料で閲覧、ダウンロード、印刷ができる。トムソン・ロイター社によるジャーナルサイテーション・リポーツによれば、 ストム氏の2020年インパクトファクターは8.090であり、マテリアルズサイエンス、マルティニセプリンリーカテゴリーの335市中56位に位置する。Web of Science。2021年6月30日閲覧。ありがとうございます。